カール・ウォルツはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、アメリカ空軍の大佐である。現在はオービタルサイエンシズ社のアドバンストプログラムスグループで有人宇宙飛行運用担当の副社長を務めている。かつてはワシントン DC の NASA 本部エクスプロレーションシステムズミッションダークターットに配属されていた。また、エクスプロレーションシステムズミッションダークターットの アドバンストケイポビラティスディビジョンで、ビジョンフォー・スペースエクスプロレーションのための技術開発、原子力推進、月ロボット探査等の責任者であった。1955年9月6日に、オハイオ州クリーブランドで生まれた。オハイオ州リンドハースト出身のパメラ・ J ・グレイリと結婚し、二人の子供を設けた。趣味は、ピアノ、声楽、スポーツで、宇宙飛行士で構成される。 ロックンロールバンドマックス級のリードボーカルを務める。1979年から1982年まで、カリフォルニア州のマクレライ空軍基地の第1155技術作戦飛行隊で、ユナイテッドステーツアトミックエネルギーディテクションシステムからの放射性サンプルの分析を担った。翌年は、カリフォルニア州エドワーズ空軍基地の空軍テストパイロット学校で、 フライトテストエンジニアの学習に費やした。1984年1月から1987年6月まで、エドワーズ空軍基地で、ス -16 連合試験部隊のフライトテストエンジニアを務め、ス -16C の電子機器や武器の開発にも関わった。1987年7月から1990年6月まで、エリア51でフライトテストマネージャーを務めた。 1990年1月に NASA により宇宙飛行士に選ばれ、4度の宇宙飛行を経験し、合計の宇宙滞在時間は231日間に上る。1993年の STS-51 では、ミッションスペシャリスト。1994年の STS-65 では、フライトエンジニア。1996年の STS-79 では、 ミッションスペシャリスト2001から2002年の国際宇宙ステーション第4次長期滞在ではフライトエンジニアを務めた。ウォルツと同僚宇宙飛行士のダニエル・バーシュは196日間宇宙滞在のアメリカ合衆国記録を持つ。1993年9月12日から22日に行われた STS-51 では5人の乗組員が アクツ衛星とシャトルパレット衛星を放出し、また、ドイツとアメリカ合衆国の共同科学実験を行った。ウォルツは7時間の宇宙遊泳も行い、ハップル宇宙望遠鏡のサービスミッションで用いる道具の評価を行った。ミッション期間は9日と22時間12分であった。1994年7月8日から23日に行われた STS-65 は、 インターナショナルマイケローグラビティラボラトリー、スペースラブモジュールの2度目の飛行となった。15日間で7人の乗組員は、微小重力下での材料学や生物学を研究する80以上の実験を行った。610万マイルを飛行して、地球を236周し、スペースシャトル計画における宇宙滞在の新記録を樹立した。 1996年9月16日から26日に行われた STS-79 では、スペースシャトルアトランティスがミールとドッキングし、食料、水、化学実験機器等が運び込まれ、NASA 側の長期滞在乗組員の交代も行われた。アトランティスとミールのドッキングにより、宇宙におけるドッキングした物体の質量の新記録が作られた。 第4次長期滞在の乗組員は2001年12月5日に STS-108 に乗って打ち上げられ12月7日に国際宇宙ステーションとドッキングし6.5ヶ月の間滞在した3人の宇宙飛行士がハードウェアの飛行試験内部や外部のメンテナンス実施する科学実験の追加等の作業を行った 乗組員は196日間を宇宙で過ごし、ウォルツとバーシュは宇宙滞在のアメリカ合衆国記録を樹立した。ロシア製のオーラン宇宙服を着て、ウォルツは2度の合計で11時間52分の宇宙遊泳を行った。乗組員は STS-111 のミッションでスペースシャトルエンデバーに乗って2002年6月19日にエドワーズ空軍基地に帰還した。 ありがとうございます。